ベインティシンコデマヨは、アルゼンチン海軍の防護巡洋艦である。艦名のベインティシンコデマヨとはスペイン語で、5月25日の意味で、アルゼンチンの5月革命記念日を意味する。イギリスのアームストロング社が建造中であった、防護巡洋艦が1888年6月18日寄港、1890年5月5日、浸水。 1891年5月17日に、竣工したが、その間の1889年7月に、アルゼンチンが自国の沿岸防御のために購入したのが本館である。本館の設計の特色は、全長が107.9メートルで、エルジック造船所で建造した巡洋館で、最も全長の長い館であった。船体は、 イギリス製であったが、主武装のみドイツのクルップ製21センチメートルカノン砲という排水量に比して強力な兵装であった。その他の美砲はイギリス製で賄われた。1891年7月にアルゼンチン海軍の乗員を乗せてアルゼンチン向けて出航し、8月27日にアルゼンチンに到着し収益した。本艦の武装、装甲配置を示した図。 船体は平甲板型船体である。水面下に昇格ライフル砲棒立てのついた単装砲がで一機配置した。その背後の司令塔の上に両脇に船橋を持つ操舵環境と短脚式の全部マストが立つ。1901年に取られたベンティシンコでマヨ。船体中央部に日本煙突が立ち、その周囲はキセル型の通風塔が立ち並び、その外周は 関西邸置き場となっており、煙突の間にクレーンが片弦1機ずつ、計2機で運用された。原則甲板上には、複方の12センチメートル速射砲が棒立てのついた炭素砲がで片弦4機を搭載した。このうち4門は原則に、片弦に2箇所を設けられた張り出しに1機ずつ配置され、社会を広くする工夫がされ、 他の4機が船体中央部の甲板上に2機ずつ配置された。関西艇置き場の後方に後部環境と後部マストが立ち、そこから後部甲板上に 21cm 方を棒立てのついた炭素砲がで1機配置した。この武装配置により、監守備方向に最大で 21cm 方1チ 12cm 方2門、原則方向に 最大で21センチメートル砲2門12センチメートル砲4門が施行できた。ありがとうございます。